いや、こんにちは。速稼塾の久保です。今回の小野崎さんの動画、運転中に撮ったとは思えないぐらいね、ものすごくクオリティの高い内容でしたね。いや、多くの方にこれ見てもらいたいなと思うのと同時に、私も確かにそうだなと、そしてたまたまそういう風にやってきたなっていうことがね、結構あって、ほっと胸を撫で下ろすばかりでございます。まあ、私が今できてないのは、小野崎さんの動画がバーンと出るでしょ、で私の動画がまだバーンと出るでしょ、どっちが田舎者かっていうのはね、一発でわかるということでございますね。確かに私はこうやって捨ててこみたいなのを着ながらね、もうヘアスタイルもこんな感じで、いかにもザ・おじさんみたいなスタイルでやってますよね。まあ、だからね、ちょっとね、エステ行って肌がね、綺麗になってくるじゃ全然通用しないと。やっぱり、田舎の床屋さんも素敵なんだけども、ね、一流の美容師さん、今イケてる方にカットしてもらって、その流行りのスタイルといいますかね、流行りといってはあれですけども、50代に向いている若作りなね、そんなヘアスタイル、そしてそのヘアスタイルに合ったいでたちをすることによって、精神もやっぱり若くなっていくのかなってことですよね。やっぱこの、ね、見た目って作れますからね。そして作らなくてはいけませんからね。作らなくてはいけないと。見た目のまんま人間はもうそんな中身だよってね、見た目じゃないよっていう方いますけども、それは相当中身のいい人が言えることですよね。で、私は中身にそんなにね、自信がありませんので、まあ、外見をね、きちんと整えていこうかなと。そしてその外見をね、見た目を整えることが中身を一つ反映させていることかなと思います。見た目なんて関係ないよっていうふうな中身ではダメだってことですよね。清潔感溢れて爽やかで、やっぱりね、小野崎さんみたいな50代に入っていかないと、なかなか50になることを許してはくれないんじゃないかなと思っちゃいますね。はい。それではね、今回、小野崎さんの動画、非常に学ぶところが多かったんですけども、その中でね、私も、確かにこうだよねってところを、まさにね、念落ちする形で、ちょっと申し上げたいと思うんですよ。それはですね、0、1なんですよ。0から1。何か実績を作るときっていうのは、本当にね、一人で徹底的にやるってことなんですよ。もちろん、いろんなノウハウとか情報を教えてくれる人は必要ですよ。でも、私の経験もそうなんですけども、私はね、土屋塾ってところに入って、もうね、ものすごく無限みたいなコンテンツが送られてくるんですけども、最初の、もう一部ですよ、私がやったのは。私の場合はね、第1章から第17章までやったんですけども、それ以降の18章以降っていうのは見たことないんですよ、未だに。で、一番最初に、まあなんかね、こう、コンテンツが送られてきて、課題っていうのがあるんですよね。その中で印象的なのは、前半の第1話から第3話か5話ぐらいまでで、自己アフィリエイトの方法とかがあったわけですよ。で、その自己アフィリエイトっていうのは私が、もう本当楽しみにしていた内容だったんですよね。もうこれだけ知れればいいみたいな感じだったです。その自己アフィリエイト、どんなものかというと、A8 ネットを使って、クレジットカードを作って、もしくは保険の面談をして、もしくはウォーターサーバーを契約して、振り込みをいただきましょうみたいな感じでしたね。で、私の場合は、それをコツコツやってですね、売り上げをどんどん上げていったんですよ。初月でやっぱり100万ぐらいを目指して、課題提出では1ヶ月で100万円の売り上げを作りますみたいな約束をしましたね。で、結局100万円は突破するわけなんですよ。ここに一つね、ものすごい力があります。まず自分がどこに行きたいのかっていうことを公に表明することによって、それを課題をこなしたいなという限度一致の原則が自分の中に働くんですよね。で、それまで私はいろんな約束を守れなかったんですよ。もちろん会社のノルマも達成しなくても、まあ、俺は給料もらえるからいいやみたいな感じでね、甘えていました。だからこそ会社を辞めることになったんだと思うんですよ。んで、まあ、小野崎さんも会社員時代はプレゼンがそんなに上手なかったんですよって言いますけども、で、今すごいもうスーパーベテランですよね。これすごいなと思います。でもやっぱりね、まあ、小野崎さんが会社員時代にプレゼンが下手だったのかどうかは分かりませんけども、一つ私が思うのはね、やっぱり会社員で勤めてきて、その環境に馴染めなかった、もしくはそのレベルについていけなかった、もしくは何らか他の原因があって、その会社に継続していられなくなったっていうところから、やっぱり出ていくことだと思うんですよ。ね。今いる会社に何の不満もなく、会社も採用することに何の不満もなく、お客様も自分自身に対して何の不満もなくっていうふうに、どこにも瑕疵がなければ、その会社に居続けて、まさにね、会社員でいることを、10年、20年、30年と継続できてるはずなんですよ。そして、その継続した会社がどんどんね、自分の力によって大きくなっていったり、さらに成績を上げたり、信用を積み重ねていったりとかして、まあ、一躍、時の会社になるわけですよね。
でもやっぱり会社がなんで衰退するかっていうと、会社の社員、いわゆるこうネタですよね。会社の社員のことをネタっていうことがあるんですけども、そのネタがね、もう腐っていくっていうか、進歩しないと。それでいて固定費ばっかりかかるんですよね。給料という固定費ばっかり。年齢を重ねれば重ねるほど会社の規定に従って給料も上げなくてはいけないし、その他諸々の要因があって、会社員に搾取される状態が会社に出てきちゃうんですよね。まあ、そうなると強引ながらいろんな方法で追い出し工作をしたりとか、会社の部分を削っていったりとか、予算を削減したり、ひどい時には給料を下げるためのなんかね、動議を起こしたりとかして、ますます会社員というのは居づらくなっていくと。まあ、そうこうしなくても、やっぱりね、会社員っていうのは自分のノルマが達成できないと居づらくなってきて、そしてやっぱ成績を上げている人とのこう関係が悪くなっていって、もう出ざるを得なくなっちゃうところはあるのかなと思うんですよね。まあ、いろいろとここまででも申し上げましたけども、結局常に何もないところから1を作る、01っていうものに自分がたった一人で挑まなければ何も起きないんですよね。で、まさにネタがないっていう人、小野田さんも言われてましたけども、すぐにね、ネタがない、ネタがないっていう人がいるんですけども、それは何もやってないからネタがないんですよ。もしくはネタを探すための、その、ジャーナリズムを持ってないからなんですよね。自分にはどんなネタがあるだろうか。もしくは平凡なネタだけども、でもそれが平凡じゃないように見せる方法は何かないだろうかっていうふうに、まあ、いろんなものをね、一つのところから見るんじゃなくて、もう表から裏から下から上からいろんな角度で見てフックさせていくってことなんですよ。まあ、これでね、一つの例を申し上げますけども、みんなの銀行ってアプリね、ありますよね、小野田さんね。あれをみんなの銀行ってアプリは登録した瞬間に100,000円儲かって、で、30万円まで目指せるんですよみたいな切り口で紹介する方多いと思うんですよ、ね。でもじゃあこのみんなの銀行ってやつね、その方法だけでいいのかと。実は私はちょっとね、みんなの銀行のその売上スランプになってたんですよ。で、そこでちょっとね、コピーを変えました。それはですね、1週間で5万円稼げる方法、2週間で10万円稼げる方法ですよっていうふうなタイトルで、そして動画を作って、内容は1週間で5万円稼げる方法っていうのはね、実はこう福岡フィナンシャルグループの作ってるこのアプリなんですよっていうふうにお話したんですよ。当然そこまで話すと、みんなの銀行のアプリをすでに知ってる方、ダウンロードした方はなんだなって離脱しますよね、動画から。でも肝心なのは、タイトルでずっとクリックしなかった人が初めてタイトルによってクリックするってことなんですよ。今まではそのアプリで儲けるみたいなね、最低1000円、マックス30万みたいな、そんなタイトルだったんですけども、実は今回は1週間で5万円儲かる方法ですよっていうふうに切り替えた。それによって今まで反応しなかった方が、え、新しいネタ出たの、1週間に5万円、何それみたいな感じでクリックするだろうなと思ったらクリックして実績になってるわけなんですよ。こういうふうに一つの商品サービスであっても、どのように表現するかってことによって交渉がうまくいったり、まさにプレゼンが上手になったりするわけなんですよね。こういうふうな言い方があります。我が社にはまだ50%の余力がありますっていうね、プレゼンをする方がいる。でも同じ内容なのに、我が社にはもう50%しか余力がありませんっていう表現も、どっちも正解なんですよ。これはコップに残った水の表現ということでよく例に使われるんですけどもね。そのように、どういうふうに印象付けして、その印象付けを繰り返すことによって新しい前提条件ができて、その前提条件にいわゆる先入観を持った人にどの切り込みをするとイエスというのかってことを、やっぱりプレゼンとしては積み上げていくわけですよね。で、小野田さんはこれがものすごい今アドリブで全部できちゃうというね、凄まじさなんですよ。で、どんな質問が来てもその人が確かになと思われるように、やっぱ返しもできますし、今回の動画ね、30分ぐらいの動画を運転しながら撮ってるわけですよ。交通事故も当然起こさないように、周りに配慮しながら、でもトークはずっと切れ目なくね、しかも朗々と楽しく、なんていうのか、噛むこともなくね、的確な例とともにね、お話しくださるんですよ。これはもうね、話すっていう場数が違うんですよね。それはサラリーマン時代よりも独立してからの、なぜかカメラ転売っていうものを黙々とやってる中で培われてるんですよ。じゃあこれカメラ転売最初に一人でやった時に培われたかなって言ったら、そうではないと思うんです。カメラ転売をしながら、いろんな自分の事例、自分のやったことに対して結果が出て、そしてどう考えたのかということで積み上がっていく。要するに自分の内側、内面とずっと会話をしてたんですよね。で、ここがやっぱり私も同じですよ。アフィリエイトサイトを作るときっていうのは、基本的に誰にも会わないっていうか、誰かと会っていれば進まないんですよ。だから誰にも会わずに、私の場合はコンビニに行ってパンを20個買ってですね、それを1時間に1個食べながら、
20時間もうこもりながら、しかも時計目なんて見ないですよ。もうだから時間の感覚適当です。トイレにも行かない、お風呂にも行かない、そうやってパンしか食べないんで、飲み物もねもう取らないみたいな感じで、もうむちゃくちゃ変な環境でサイトを作り続けているわけなんですよ、その時はね。そうすると一晩に最初は100個突破できたぞみたいな感じで一晩で100個とか作るわけですよ。でもそのうちに200個作れるような同じ一晩が来たりするんですよね。だからその今日は一晩で100個作りましたみたいなネタもできちゃうわけですよ、行動してるから。その間にもう誰とも会わないし何もしないし、自分の会社にも出勤しないみたいなね、そんなこともあるんですけども、これもまたエピソードなんですよ。そのぐらい極端なことをやらなければ極端な結果に向かっていかないってことなんですよ。3年間で1億円なんていうのは極端な結果だと思いますよ。3年間に1億って単純にかける3したら9年間でもうすでに10億円近く売り上げが立つってことなんですよね。でもどうでしょうか、10億円の売り上げを人生の中で達成する人ってどのぐらいいますかね。ね、いい会社に入って生涯の賃金ですら3億円いくかいかないかって言われてる時代にね、たった一人でこもってやるだけなんですよ。うん、だからね、0から1に向かうとき、何かの最初の実績を作るときはたった一人で黙々と自分の内側と繰り返し繰り返し、まあ、向き合ってね、行くことが大事なんですよね。でもなぜか小野沢さんが指摘されたときに、よしこれから始めるぞってときに、なぜかね、仲間を欲しちゃうんですよ。仲間を欲して情報交換をする、飲みに行く、もちろんそれも大事でしょう。でも何の実績も出してない人と情報交換して何が起きるかっていうと、実績の出せない情報交換が起きるんですよ。これいくらやっても意味ないですよ、ね。まあ、例えば土屋塾に入りました、土屋塾に入って他の土屋塾生となんかいろんなね連絡を取って仲間が増えました、実績増えますかそれって感じですよ。でそういう人誰か自分とタイアップしたいですかね。おかげさまで私はね、小野沢さんに声をかけて、2015年だったかな、小野沢さんに限らず吉谷さんもそうですけども、広島にお越しいただいてですね、私の主催でセミナーをやっていただいて、そこでセールスもしていただいたんですよね。これが何を意味するかっていうと、私の呼びかけに行ってもいいよっていうふうに応じてくれた小野沢さん、例えば私がね、せっかく小野沢さんとか吉谷さん来てもらう場を設定しても、私に集客力がなければ来るわけないんですよ、ね。ちょっと来る、誰か来るかどうか分かんないけども、広島来てなんかセミナーやってくれませんかって言ったら、もう完全にこれはね、小野沢さんが来ることによって広島の小野沢さんファンが来てくれないかなっていう完全依存の状態なんですよ。でも私は違う、速稼塾の塾生が毎月毎月私の元で勉強会をやってますと、出席率は20人から30人常にいますと、しかもそれを YouTube で放送してますね。ここに私のまだね身につけてないカメラ転売というコンテンツで小野沢さんプレゼンしてもいませんかみたいな感じでいくと、まさに私のね集客力信頼と私の勧める小野沢さん、そして小野沢さんがやってきたカメラ転売というものが合致してドカーンとここにストライクするわけですよね。じゃなきゃジョイントっていうのは全く成り立たないですよ。でもどうですかね、もう仲間作りばっかりやっていて実績は何もありません。ただ、あ、こういう人は知ってます、こういうノウハウ知ってます、知ってる知ってる知ってるの、なんか詳しい人で実績出してない人が、まあいかにね懇親会で多いかなんですよ。いや、あの人も知ってる、この人も知ってる、そのセミナーも行きました、このノウハウも私持ってますとかね、もうなんかコレクションしてるんですけども、じゃあそんなにね儲かる方法とか儲けてる人とつながってて、なんであなたは未だにここの会場費ね、飲み会の代金3000円すらなんかやっと払ってるんですかみたいなね、これなかなか言えないんですけども、ずっと思ってますからね私たちはね。実績を出してない人がさも自分が大物であるかのように語っていることのその痛々しさ、ずっとねそのループに入っちゃうと、一人でコツコツ実績を上げるまで何かをやるとか、それこそ自分の YouTube チャンネルをね、チャンネル登録者1000人になるまでもう本当に一生懸命自分ではねやってきたみたいなものがあればいいんですけども、うん、なんか YouTube はやり方知ってます、 YouTube の影響力を知ってます、でも自分の YouTube チャンネルは充実してません、なんだそれって話ですよ。だから0から1っていうのは徹底的に自分の内側と勝負しなきゃならない時なんですよね。でこれがほとんどの人できなくって離脱していくんですよ。でその後なんですよ、1を10にしたり10を100にしたりするときには、自分のコツコツやってきた姿をね認めてくれる、そんな人が必ず出てくるんですよ。ねえねえと、小野田さん広島に来てもらえませんかっていうのもそうだし、
久保さんこういうのやってみませんかっていうふうに声をかけられるのもそうだしね。そうなると、おなかなか自分も一人でやってきたことが外に認められだした、じわじわと漏れ出したんだなってこともありますし、その瞬間に詐欺も来ます。当然ね、久保さんとジョインとしてこういうことやりませんかっていうからね、吟味しなければそれが全くのトンチンカンなもの、私の信頼に集まってくる人から搾取しようとするそういうインチキな人っていうこともあるんですよ。だからやっぱり選別する能力も大事になってきますし、私のやり方としては、まあ、全てそうやって出会ったものをね放送するってことが私の防御になってるんですよ。というのが、詐欺案件がもし来て私のところに転がり込んできた時に、私が詐欺にかかったらマトリックスアフィリエイトじゃないですけどもね、私はもう何年も言い続けますからね。で、誰がこのビジネスをなんか仕掛けてきたのか、どんなこっちゃとかね、うん、でそういうことをやっていくと、わあ久保さんに紹介した案件インチキだったらバラされるわと思ったら変なのが来なくなるんですよ。でも放送力、発信力、伝える能力がなければインチキな案件がもう来てもね泣き寝入りしてくれるんで二重三重に来るわけですよね。だからそこはやっぱりね、私も放送の力があってよかったなと思いますし、あとはやっぱり視聴者さんが判断してくれますよね。まあ、久保さんこういう案件やってるけどもちょっと違うぜみたいな感じでいろいろと教えてくれるんですよね。うん、だからすごく今 YouTube があることは助かりますよね。で、 YouTube をやってるとこうやった昔からの仲間ともいつでもね手に手を取っていけると。もちろんその仲間がもう本当にね違法なことをしたりとか人を騙したみたいな自責の念があってそれに潰れてしまったらこういう関係も維持できないんですよね。でも、まあ、私はね、小野田さん、私自身もそうだしいろんな評判があることを知ってますけども、でも私の小野田さんへの評判はもう360度100点満点なわけなんですよ。世の中の誰がどういうふうな評価をしようとそれは風が吹いたようなもので、私が小野田さんと共にね道を歩いてるってことはもう全く揺るぎがないんですよ。まあ私がねこんなね小野田さんが対等だみたいな言い方したら小野田さんに申し訳ないかもしれませんけども、私は少なくとも友人のようにね家族のようにね生き残り続けている仲間として私も誇りに思う人物は小野田さんだし、それはね一目会った時から全く変わってないんですよね。あ、こんな誠実な人がいるんだったらネットビジネスやってってもいいよねっていうふうに思ったのが一番最初に小野田さんとビールを飲んだね、本当短い時間で起きたことだったんですよ。で、あそこにものすごくね励まされて、そして少なからずその時に私もアフィリエイトで、力をつけていたんで小野田さんにね名前を覚えられたと思いますね。で、まあ転売のことなんですけども 100% 実績出るんですよ、やればね。でもやらないです、ほとんどの人は、めんどくさいから。で、私も言います、転売は最初に仕入れ金額がかかるっていうリスクがあるんで、だから最初の仕入れがなかなかね躊躇してそこで動きが止まっちゃう方いると思いますけども、じゃあお金がかかんなかったらやるんですかってことなんですよ。私の主にやっていた最初のアクションというのはアフィリエイトですよ。サイトアフィリエイト、ブログアフィリエイト、メルマガアフィリエイト、 SNS アフィリエイト、ね、自己アフィリエイトをやった結果、その自己アフィリエイトで出会った案件をそういった今言ったアフィリエイトの中で紹介すればいいのに、まあこれをしないんですよね。しなければ一円にもなんないですよ。で、転売と違ってね特徴なのはアフィリエイトはお金かかんないんですよ、いくらやっても。だからお金がない人がやるべきものがアフィリエイトなのに、デメリットとしてはね時間がかかるんですよ。カメラ転売は早ければもう12時間後に振り込みがあるんですよ。これは7万円男の中でもそういうふうなね衝撃的なキーワードがあって、私も経験してるんで確かになと思うんですよね。メルカリとかで販売するとまあ早いんですよ、入金の反映とかはね。うん、でもアフィリエイトっていうのは未確定報酬の売り上げが立って、それから3ヶ月ぐらい実際の ATM に入金されるまでには日がかかるんですよ。だから今月中とか来月に現金が欲しいからね向かないんですよね。だそういったメリット、デメリットは当然あります。初期投資もお金かかんないし、でしかも側近性もあるっていうものは何かっていうとね、これコンテンツ販売っていう吉田さんの部類になってくるんですけども、ただやっぱりねこれもね言い方であってね、じゃあコンテンツ販売いきなり今日から情報発信始めた方が売れるんですかってことになってくると、これ売れないですよ。やっぱり自分が何者かってことが知られてない、自分と視聴者さんとの関係が信頼に富んだものになっていない、売れるわけがないんですよ。だから信頼獲得のために何をすればいいかっていうと、ちょっと話が戻りますけども、
誰もがやらない01をやってきた人、これは信頼されます。そして継続的に発信してる人、これも信頼されます。なんかね、物売る時だけボーンって出てきてね、で用事がない時は去っていくみたいな人いますけども、これがだからいわゆるあのプロダクトローンチの人なんですよね。その時だけでも、小野田さんどうですか、私はどうですか、吉谷さんどうですか。商品売りもしない時からずっと出てますよね。ずっと出て視聴者さんに有益な情報を伝え続けてる、自分の感じたものを伝え続けてる、自分自身をさらけ続けているんですよ。これははっきり言って、なんでこんなことするかっていうと、信頼構築、そして新しい人と出会えるためなんですよね。だからセールスのだけだけボーンって出ていくと、なんで売る時に来たのかね。皆さんもね、家に訪問販売が来ました。その物を売る時だけ来たら、やっぱりね、最初は否定から入るわけですよ。でも普段からお世話になってる人が、ちょっとね、実はね、今会社でこんな商品作っててねって言ったら、まあ聞いてみようかなと思うじゃないですか。で、そういう心理をちゃんと理解すれば、プロダクトローンチみたいにね、どう騙すか、どう売るかじゃない、どう騙すかみたいなものっていうのはどんどんなくなっていくんですよ。もともとプロダクトローンチっていうのはすごいいい方法なんですけども、今はほとんど使われなくなっちゃいました。なぜかっていうと、プロダクトローンチが人を引っ掛けるものっていう風の代名詞に、なっちゃったからなのかなと思いますし、私も今プロダクトローンチをやって、いい効果が得れると思わないんで、まあやらなかったりするんですけども、ね、結局行き着いた先は自分のフリースタイルでこうやってトークを展開しながら、ずっと見てくださってる方に寄り添っていって、その方が必要なものをこちらの方で用意するっていう、その繰り返しですよね。まあ小野田さんもそうだし、吉谷さんがそれにすごく長けていてね、隠居してほとんどビジネスをやらなくなっちゃった私から見ると、やっぱすごいなと、そこはね思いますね。私はどちらかというと、お金が生まれることに逃げてビジネスをちょっとね手心を加えているところであります。せっかくビジネスでいいところまで上り始めたのにね、じゃあそこで自分の暮らしが安定したからって言って、やっぱり家族に今走ってる状態なんですよ。でもこれは私自身悪いと思わないんですよ。全てのビジネスの行動には目的があって、私は家族を守るためにやってるんですよね。そしてその家族の、まあ精神的な家族ってよく言いますけども、即家塾の皆さんに対しても家族を感じてるんですよね。ただ私が国家で反省しなきゃいけないのが、私が現役で毎日ビジネスをやっていないとすればね、即家塾の塾生さんが私を見習うわけないと思うんですよ。だからここは新しい気持ちでね、それでもビジネスを明確に日々やっていく姿を見せていかないといけないなって感じで、まあ昨年はFX の教材を今年にかけて、まあ売ってみたわけなんですけども、やっぱりね、ビジネスをすると新しく私の視聴者さんになる方が増えるなと思いました。セールスを待ってる人が確実にいるんですよ。新しい商品を出してくれと、久保さんなりの FX の解説を出してくれみたいなのがね、内在されていて、それが私がこんな商品出しますよって言ったら、やっぱりね、普段私の動画をたまにしか見ない方も熱心に見てくださるみたいな流れができるんですよね。これもだからやり込んできたから分かるんですよ。やり込んできたからできるんですよ。売り込みを続けてきたからこそ、売り込みの角度、姿勢、どういった形だと見向きもされないのかってことが見えてきたんですよ。これがだから01の効果なんですよね。もう0から1にする、これは大変ですけども、これをやらなければビジネスも始まらないし、1から10とか10から100なんてのもう絶対にないんですよね。だから何かで実績を作っていくことが非常に大事です。そして何かで実績を作ってきた人同士っていうのは、もうね、そこでね、惹かれ合うわけなんですよね。かっこいいからすると、で久保哲郎っていうと、もう自己アフィリエイトの人なわけなんですよ。まあ前からね、私を知ってる人から見ると、もっと前から知ってる人から見ると、麻雀店の人なんですよ。でも麻雀店では何の実績も出してないんで、麻雀のことを教えてくださいみたいなね、そんなね、麻雀店の経営者なんていないわけですよ。これがだから大きく違うところですよね。自己アフィリエイトはやり込んできて、結果も出して、ありえるよねっていうところまで結びつけてる。しかも自己アフィリエイトをさらにパワーアップした、いろんなね、新しい商材も作ってきた、実績も作っていてきたっていうことで、さすがだなと思っていただけるところがあるのかなと思いますし、それは小野田さんがただのカメラ転売じゃないものをやっぱりやり続けてきたってことにもつながるんですよ。カメラ転売やってる人はあまたいますけども、小野田さんほどの発信力とか工夫の力とか信頼でやってる人はまあいないですね、この日本には。だから私は自信を持ってね、ありがたいことなんですけども、自信を持ってカメラ転売なら小野田さん一択ですよということが言えますし、まあ上田さんという方もね、京都にいらっしゃるんで、そのことを話すこともあるんですけどもね、今小野田さんと上田さんとの関係とかも私からお話しできるのはね、本当に嬉しいことです。久保哲郎が言うんだったらそうだろうと思えるような久保哲郎でもいるんですよね。
なぜなら私は自己アフィリエイトをはじめアフィリエイトでやっぱりこう今の暮らしを築いたという実績があると。40歳からパソコンをねカタカタと始めて43歳で1億円突破してる人間なんてまあ見たことないと思いますよ。私はこれ本当にね日本一なんじゃないかなと思います。自己アフィリエイトの熟練度も自己アフィリエイトのやり込み量も多分私に追いつけない。もし2番手がいるとしたらかなり引き離して10倍ぐらいの差で私は1番だと思いますよ。2番との差って、そのぐらいやってきましたからね。もちろん同じぐらいの実績を出している人に出会えてないっていうことだけなのかもしれませんけども、少なくともそうは言ってもね、人を認めさせるぐらいのことを何年もコツコツやってきたと。え、未だにやってんのって言わせることがね何回もありましたからね。まあ吉谷さんもね、いや未だにやってんのって言われてると思うんですけども、やっぱ未だにやってるんですよ。それはだって得意分野だもん。わざわざその得意分野を捨てる必要はねないですからね。もしそれがあるとしたら自己アフィリエイトを自分がプレイヤーとしてやるところからもうね熟練したんで指導する方に変わってきたっていうフェーズはあるでしょうね。だからプレイヤーとしてやるのももちろんいつでもできるけども、でももうね途中から反復になってくるわけですよ。同じことの繰り返し、しかも同じことの繰り返し100回やって100回同じようにできるようになると、もう自分でやらなくても今度はね自分がやるから人にやらせるみたいなフェーズに変わっていって、一人ずつ引き上げていくっていうところになるんでしょうね。さあこれがね私の考えているレギュラーってやつです。でカメラ転売でいつも頭に浮かぶレギュラーは小野田さんでしょ。コンテンツ販売でいつも頭に浮かぶそんな人はもう吉谷さんでしょ。で自分のことながらアフィリエイトのことに関してみれば、私がアフィリエイトのレギュラーなんですよ。まあインターネットビジネスの業界ってものがあるとして、まあそこにいろんな人がいるとしてですね、レギュラーを選抜するとしたら野球みたいに誰なのかなっていうそのスタメン決まってるんですよね。で多くの名も知らない2軍とか3軍がそこにブワーッといてですね、それで逆にトッププレイヤーみたいな王貞治とかもう長嶋茂雄みたいにもうねいつまで経っても名前が出てくるような人、これはまだね私の見るところ与沢翼さんとか土屋博さんとかね、そのぐらいなんじゃないかなと思います。他にもいると思いますけども、キリがないんでこの辺にしておきますけども、まあすぐ浮かぶのはこの2人ですよ。私の人生にも大きな影響を及ぼしてね、もうこの2人がいなければ今の私はないし、今の考え方もないと思います。で、そういう考え方だからこそ小野田さんの偉大さも見抜けるし、吉谷さんの素晴らしさもね分かるしって形なんですよ。大抵の人は分かんないですよ、何がすごいのか。売り上げだからすごいんですか、そんな単純なものじゃないですからね。金持ちだからすごいんですか、ベンツ乗ってるからすごいんですかって違うんですよね。そんなところじゃない、それは見えてるたった一部のところで、その一部を支える人には見えてないところとか見せてないところとかね、そういうのが大きいんですよね。小野田さんが車乗りながら喋ってますよね。隣に可愛い女の子がいて楽しく会話してるわけじゃないんですよ。この50になろうかというおじさんに向かってローローとね楽しそうにもう全てをね投げ打って話してくれると。もしかしたらデートしてる女の子よりも楽しい時間を過ごして、はい、すいません、やっぱりね長い話すると切れちゃいますね、私のデジカメだと。まあでもね本当にね横にデートをしてる可愛い女の子がいるのも多分楽しいでしょうけども、こうやって男同士で喋るのもね楽しいと思うんですよ。でもですよ、何もやってこない男と話すのは結構つまんないです、疲れます。で何もやってこなかった男に対して話すのにもネタの限界があります。だって受け取る力量がないところに、あ、その気持ちわかるよみたいな話できないじゃないですか。ゼロイチの話なんてむっちゃ共感ですよね。いやいや、それはね私がやってきたこと、それよく言葉にしてくださいましたみたいな感じですよ。でも小野田さん以外のところからそんな話って出てこないですよ。なかなかうまくいかないねとかね、なんか結局上級国民だけが勝つんだよねみたいな負け惜しみとかね遠吠えばっかりが聞こえてくるんですけども、俺はやってきたぜと、もし上級国民ってものがあるんだったらまあそこ行ってみようかみたいなね、そんな話は出てこないですよね。ひがみとか妬みとか、自分の至らなさを本当に自虐的にね、まあ象徴的に話すぐらいで、それはまあネタとしては面白いんですけども何も気づかないですよね。でちょっと野球の例をね、話しましたんでこれをちょっとまとめるとね、レギュラーってものがあるって言いましたよね。そのレギュラー同士でじゃあキャッチボールとかバッティング練習したら、まあ、結構馬が合うと思うんですよ。同じようなレベルでできますからね。でもキャッチボールとかバッティング練習、ノックの練習をあまりにもレベルが違う人とやったらどうですかね。基礎体力もないし、なんか懸垂力もないし、
足の能力もそんなにない人と、じゃあ10本ダッシュ行きますとか言って、いつも勝負決まっちゃうわけですよ。もうちょっと張り合いのある人とやりたいなと思ったりとか、まあ、飲み会に行くにしても、今日入門しましたって人と行く楽しみもありますけども、いやあれもこれもやってきたよねみたいなね、自分の戦績をまさに共有できる人と飲みに行ったら、まあ新橋でのお酒も美味しくなるんじゃないかなっていうところありますよね。で今度ね、小野田さんはちょっとおしゃれというものね、50代のおしゃれっていうものを毎日表現してくださってるんですけども、私にもね持ちかけてくださってるということで非常に光栄だし嬉しいし興味のある分野ですよね。私も奥さんが若いんで、私自身も若くいたいと本当に切に思ってるんですよ。もっと言えば私の子供は50歳差なんですよね、大体で。いや通常でしたら孫がいる年齢ですよ、私なんてのは。でも私には孫じゃなくって生まれたばかりの子供なんですよね。でその家族でやってるんですよ、若い奥さん、もっと若い子供こんなね、デコボコな家族ですけども、もしかしたら少子高齢化の時代、年の差婚じゃないとなかなか家庭が築けないっていうスタイルにもなるのかなと思いますし、まあ珍しくはないとは言っても年の差婚はまだ珍しいですよ。やっぱりね、女性がそれほどまでに年齢を父親みたいな年齢の男性を選ぶかっていうと、なかなか一つ難しいものがあると。じゃあ男性がね、年のずっと若い女の子とお付き合いすると、でも基本的に若い子好きの男性っていうのは女性の年齢、お付き合いする女性の年齢を一定にしがちです30歳の時にも20歳前後の女の子と付き合うし、40になっても20歳前後の女の子と付き合うし、50になっても20歳前後の女の子と付き合うでしょ。でも家庭を持って結婚すれば確実に言えるのは、自分の大好きな人は年を取っていくってことなんですよ。で私の場合は一緒に年を取っていくところをね、見てみたいな、一緒に歴史を刻んでいきたいなっていう思いに今駆られてるんですよ。それが私の言う家族を愛すること、彼女を、奥さんを愛することかなと思いますけども、これね、だからね、すごく共通するのが、ネットビジネスを最初からやってきた人たちとこうやって歩み続けて、なんかお互いが本当家族の成長を見てるみたいなんですよ。で一時期米沢さんは森さんっていうね、中国輸入転売の方とも一緒に活動されていて、広島に来てもらったっていう経緯がありますけども、その時その時で一緒にいる人も変わってくるのも見えるんですよね。今は広さんとすごく仲良くやってらっしゃると思いますけども、そういうふうな自分のレギュラーとして見てる人、小野田さんや吉谷さんが今周りにいる人の変化でずっと一緒にいる人は誰なのかってところが見ていけるのも、なんかお互いにね、分かってるよみたいな、つながるとこかなと思うんですね。で私もね、誰か特定の人と長い間組むことはありませんでしたけども、私の場合は地方なんで基本的に自分の弟子とジョイントをすることがね結構多かったりしてたんですけどもね、ただその弟子も独立して自分の世界を作っていけば、隠居した私なんてのにね、なかなか声をかけることもなくなり、あとね、肝心なことなんですけども、やっぱ後ろめたいことをするとさすがに速稼塾の弟子とあっても師匠たる私に合わせる顔はなくなるんで会いに来なくなりますね。それによってやっぱり察するところは結構あるんですけどね、ビジネスっていうのを真っ当に正直に続けることは難しいと。そして評判もあります、いろんな評判があります。その評判に負けないようにやっていくこともなかなか難しいなと、結局は精神の問題になってくるというふうに思います。ゼロから1に向かう作業量っていうのは、確かに作業というね、体を使う作業かもしれませんけども、それを支えているのは精神なんですよ。どこに向かいたいのかってことね、その向かった目標設定に対してそこばっかり見ちゃダメなんですよ。遠い目標設定を見続けるといつも遠いからやる気がなくなるんですよ。そうじゃなくて、遠い目標設定をボンとね、山の向こうに旗を立てたら、あとは足元を見ながら一歩一歩をやっぱりね、繰り返すことだと思います。その一歩一歩があるからこそ0から1になり、その一歩一歩をやり抜けた人たちが集まる場所で1から10が生まれ、そして10から100が生まれって感じで、いつの間にか走る速度が速くなってゴールにたどり着くっていうことなんじゃないかなと思います。だからこういうふうにね、考えるといいんじゃないですかね。思考は実現化するってテーマでずっとこのやり取りを行われてますけども、やっぱり考えなくちゃいけないですよ。思考、考える、それは目標設定をボーンとね、考えるっていうのも一つだし、それを因数分解して、今日は何をするべきかなってことをきちんと自分に対してノルマ化してね、
で、それをこなしていく。そこで体をやっぱり使うんですよね、最初に。こういうふうに例えると分かりやすいんじゃないかなということで、一つの例があります。例えば広島から北海道まで行くとしてね、用意どんでスタートするんですよ。私と誰かが一緒に用意どんでスタートします。ドワーッと走り出す。みんなね、私とライバルの A さんが走り出す。じゃあどっちが早く北海道に着くでしょうかっていうことで、当然ですけども1日2日では着かないですよね。私の場合はね、広島に留まって1週間バイトをします。で、そこで貯めたお金で原付買います。その原付で1週間遅れたけども走り始めるんですよ。そしたらどうですかね、途中で抜けるでしょ。だからこれが考えて行動するってことだと思うんですよ。私は1億円欲しいな、2億円欲しいな、10億円欲しいな、当時ですけどもタワーマンション住みたいなと思った時に遠くに目標が立ったんですよ。でも今日明日にタワーマンション手に届かないじゃないですか。だから自分の武器を作るため、実績を作るために立ち止まってね、誰とも会わずにコツコツやったんですよ。つまりバイトして原付を買ったっていうところがそこなんですよ。よし、原付できたぞ、速稼塾できたぞ、この速稼塾ってもので一気にごぼう抜きだ、売り上げは19万8000だとかね、でセミナーをやったらセミナー売り上げもあるぜみたいな感じで、速稼塾っていうコンテンツを最初に自己アフィリエイトを中心に作ることによって、もちろんそこには実績が必ずあるんですよ。自己アフィリエイトを成功させた、そして教えた人まで儲かったっていう実績をもとに速稼塾ってものを作って、すでに塾生さんもいらっしゃる状態でドーンとスタートすると。そうすると最初に何も考えずに走り始めた人を途中で抜いて、もうビューンとね、何日も早く北海道に着いたっていう状態だと思います。私よりも前に自己アフィリエイトを知ってる人山ほどいた。私よりも前にネットビジネスやってる人山ほどいた。でもそういう人を何人も多分抜いてきて私は今こうしてるんだと思いますし、そして残念ながらですね、自爆する人ってのも結構多いんですよ。あやふやなことをしたり、結果に焦ったり、人の足を引っ張ろうと思って自分が転んじゃったりとかね。だから常にね、自分の足元を見て私は遠くのゴールに向かっていくってことを自分の中でイメージしますね。はい、あとは繰り返しになっちゃいますんでこの辺にしておきますけども、最後まとめとしてですね、小野田さんにお話ししたいことがあるのは、 SNS のね、上手な使い方をやってらっしゃる美容師さん、やっぱすごいですね。あの冒頭で話を聞くだけでその人すごいなと、その凄さが分かります私には。というのがね、あの二重三重の作戦を練ってるってところがそうなんですけども、あのネットビジネスの考え方ね、それがまさにその美容師さんと融合してるんですよね。大抵美容師さんっていうと目の前の作業に追われて、なかなかねそれを体系的に考えて自分なりに咀嚼してビジネスモデルに構築するっていうのが難しいと思うんですよ。指導を受けていても難しい。結局は自分の毎日の作業とかね、ライスワークに追われてライフワークを見失ってるところだと思うんですけども、でもね、やっぱりこう普通の職業って言ったら語弊がありますけども、いわゆる今まで当たり前にあった職業の方が、あのこういったビジネスセンスをね自分で構築して、それを実現して集客して多くの人を育てようとしている。そして新しい世界に向かって、これが次世代のビジネスモデルであり新しい時代を作ってるんだろうなと思ってね、いや本当にね、カットもしてもらいたいんですけども、その人の人柄、心根に触れたいなという気持ちでね、きっと小野田さんカットしてもらう間ものすごく楽しいんじゃないかなと思います。いやすごいですね、すごいと思います。あ、ちなみにね、なんか白髪染めってありますよね。私も自宅で染めてたことあるんですけども、やっぱりね、時間手間暇をかけてきちんとしたところに染めてもらった方が絶対いいですね。安心感とそれから安全性が違いますよね。将来髪がやっぱりね傷んじゃう、皮膚が死んでしまうっていうのが自宅でやるヘアカラーにあります。やっぱりね、自分の見た目にはお金をかけないとダメですね。そしてお金をかけれるようになるために、だってモテるためには稼がないとダメですよ。モテが維持できないです下手にモテると女性にはお金がかかるんで、モテを維持できないんですよ。家庭を作るっていうのも、毎日奥さんといい関係を築くっていうのも、言ってみれば奥さんに対してモテてるってことなんですよね。エスコートするその、気持ち、表現するためのディナーコースの招待、それから、まあ、私の場合はね、よく服をプレゼントするんですよ。この夏もね、もう着れないぐらい服をプレゼントしたんですけども、それもちゃんと自分が女性のおしゃれを分かっていて、この子にはどんなのが似合うかなっていうのを観察していて、でブランドを決めてサイズを決めてバッカバッカ買ってくれるようなね、お金があって、全部これ思考で成り立ってると思うんですよ。だからそのスタイリストさんね、小野田さんの紹介する美容師さんもきっとその思考の世界がものすごく幅広いんだろうなと思いまして、やっぱすごい人見つけましたよね。
知り合いましたね。羨ましいと思います。私の田舎ではですね、もう人の入れ替わりは何十年もないですから、まさに少子高齢化、日本の育成を作っているような町ですから、うん、新しいものも生まれませんし、既得権益の維持みたいなのがこの小さな町でも起こってきてね、なかなか面白いなというところでございます。それでいて新しい風に期待する人もいたりとかね、新しいことをやれば叩かれるみたいなことがあって、いやユニークですよ。ということでね、私のこともちょっとお話しましたけども、小野沢さんの動画非常にためになりましたんで、必ず見ていただきたいと思います。下の方にリンク貼っておきますので、この私の動画をね見た後でぜひご覧ください。小野沢さん、それではね、新橋で飲むために私もね、これからたまにビール飲んで鍛えておきますから。あと焼肉はね、私ね結構田舎でもね、国産の和牛のいいやつにこだわって食べてるんですよ。もちろんシャトーブリアンとかではないですよ、うん、タンとかミノとかなんですけども、 A5 ランク、悪くて A4 ランクにこだわってスーパーにいつも買い出しに行ってます。まあ自炊なんですけどね。いやー楽しみだな。うん、来年には必ずお会いしましょうね。今年はやっぱりまあオリンピック終わってもうちょっと足場を固めることと、あとはね、なんていうんですかね、うん、やっぱりこう県をまたいでの行き来っていうのは、うん、まあ来年にした方がいろんな意味で安心かなと思いますので。小野田さんも私もそうですけども、吉谷さんもそうですけども、土屋塾リターンズっていうのもね、もしかしたら今年のこの半年間、残った半年間でなんか新しいアイデアが出てくると、焼肉新橋で食べる時も盛り上がっていいかなと思いますんで、ぜひその辺もね、もうキーワードだけでも土屋塾リターンズってキーワードだけでも思い続けていましょう。はい、ということでね、明日私セルシオ届くんですよ。久々にセルシオ乗るんですよね。いやそれがね楽しみで、いつも頭チラチラしてます。小野田さんみたいにベンツも考えたんですけども、私はどっちかっていうとね、車に対してはコスプレを感じてるんですよ。だからいい車っていうよりも映画で使われた車とかが好きなんですよね。セルシオは別に使われたわけじゃないんですけども、本当下駄ですね。ベンツを買うんだったら南の帝王のベンツにしようかなと思ってね、結構あれ出てるんですよね、レプリカが。あれも面白いなと思いますね。うん、いやなんか車の話したらまた長くなりますので、この辺にしておきましょうか。まあ小野田さん、暑い中でありますけども、健康に気をつけて、またこれからもますますね、私たちのモデルでいてください。イケメンちゃんでいてください。よろしくお願いします。それでは、いってらっしゃい。